今度ね、近所の幼稚園のイベントで聖歌を歌うことになったの。とっても楽しみ。聖歌はコンサートで聞いたことがあるんだけど、すごく素敵だった。だからミューズのみんなで聖歌隊ができてとても嬉しいの。それに聖歌の荘厳な雰囲気はいつもミューズで歌っている曲とは違って新鮮なのよね。マキの弾くオルガンも楽しみだわ。それにね、実はもう一つだけ楽しみなことがあるの。今花代と一緒にサプライズ用のプレゼントを作っているの。お揃いの手作りストラップ。聖歌隊の衣装に着替える直前にみんなに渡すつもりなの。みんなどんな顔をするかしら。驚いてくれるわよね。はあ、早く当日にならないかしら。で、そんなことばかり言ってないで、ちゃんと練習もしないといけないわね。みんなで頑張るから、君も楽しみにしていてね。